青木さんは1977年に一水会で初入選して以来、受賞を重ねてきた岐阜市の洋画家です。会場には M105 の油彩画やデッサンなど大小29点が展示されています。このうち清流シリーズの流れ込むは、関市を流れる板取川を描いた油彩画で、魚や鳥も描かれる今年完成した初公開の作品です。このほか、長良川鵜飼や長良川の川辺を描いた作品もあります。県内の川をモチーフにした作品を35年以上にわたって手掛ける青木さんは、岐阜の豊かな自然を表現している、私の岐阜愛を感じ取ってほしいと話していました。この個展は水曜日と木曜日を除く、今月29日まで開かれています。